おはようございます、スペインでサッカー選手してます石田仁志です。今ね、タランコの方に着きました。今日は、まあ、朝一のバスに乗ってという感じですね。今ちょっとしたハプニングがあったんだけど、バスの運転手さんがルート間違えて変なちっちゃい、なんかちっちゃい街に入っちゃってよくわかんない。で、 U ターンしなきゃいけないんだけど、 U ターンもバスだから U ターンできなくて、そのままバックで戻ったんだけど、めちゃめちゃ人のいいね、頭まくっててカーブしようと思ってカーブ曲がりきれなくて前に思いっきりぶつけれるだし、バスの自分の長さが分かってなくて自分そのバスのお尻当てるとかで、実際着く時間もだいたいもう20分ぐらい遅れてね、到着してんの。だから普通に全然ダメなんだけど、初めてのルートだったと思うからそういうミスもあるんだろうけど、初めてのルートでごめんみたいなことを大きな声で言って当てた時とか後ろがチーンとかで、みんなも起きちゃって、でバックも後ろに起きちゃって、まあ日本だったらありえないよね。日本だったらそんな初めてのルートを行かせないよね。だって何回かこう後ろに付き添いで行ったりとか、何回か練習してから多分お客さんの行けて行くじゃない。時間もさ基本的に間違えないじゃん。基本のバスも時間通りに来るしさ、まあ、電車とかは当たり前だけど、スペインだなって感じした。一回も行かせたことないや運転手さんにお前行ってこいみたいな感じで、多分今日臨時で行かされたんだろうけど、すごいなと思って、ちゃんと時間通りには着かないし、さすがスペインだなっていう感じだね。でまあ昨日のお話だけど、セレナアカデミーのところで、オンラインのクラス2つあって、ね、全部で3人かな昨日やったかな。彼らにとってね、しっかり充実した時間にはなったんじゃないかなと思ったし、まあ、トレーニングの振り返りっていうところをしっかりやって、グランドトレーニングだったものをね、しっかりと振り返って、ここはこうだよね、あれね、もっとこうした方がとか、例えばね、でこういう考え方を持ってやるといいよねとか、じゃあ何でうまくいったんだろうみたいな話をね、して、彼らのね、能力っていうか、頭のところでね、理解できると、やっぱり再現性だったりっていうのがもうね、やっぱ可能だからね。そういうところをね、やっぱ引き上げていけたらいいなとはやっぱ自分もね思うかな。でさ、自分の練習のチームのところの練習だけど、センターバックでのところが多かったかな。今週に関してはどっちで出るのか はっきりは分からないですけど、どっちで出てもいい準備はするし、まあ、出た時に自分の力がね 100% 120% 出せる準備をね、今日は最後練習してね、まあ、クロスの対応とかも多分すごく大事なポイントになるし、まあ、センターバックでガッチマークのところをガッチリ掴んで、ね、ファール臭くなっちゃうかもしれないけど、握って相手を動かさないとかそういう工夫は必要だと思うし、あボランチだったらそこのクロスの対応の時にしっかりとペナルティーとかね、PK のところまでプレスバックして戻るとか、当たり前のことかもしれないけど、そういうところをねきっちりできるかできないかでね、勝利とか、勝ち点とかっていうのは変わってくるから、はい、まあそんな感じで、今日の久保のメッキングしたいと思います。これから練習に行ってきます。ではまた。